ナチュラルドクトリンはSRPG シミュレーションロールプレイングというジャンルのゲームなんですね。 SRPG ってその何ていうんですかね、そのロールプレイングの楽しさ、ワクワク感と、そのシミュレーションゲームの、そう、何ていうんでしょう、考えるないしはこう攻略していく、その地の遊びと上の部分の地の部分がこう組み合わさった、ものすごく素敵なジャンルだと思うんですよね。いてワクワクするし、どんどん先に進みたいし、そしてその進めないような手応えも感じて、その苦しみも含めての面白さというか、ああいったものをそのまた新しいシステムで、ないしはその従来のものとそのまま同じものではなくて、少し進化して、ないしは変わった形でのものを挑戦できないかなと思って、トライしているのがこのナチュラルドクトリンなんです。システムやその進み方、ないしはその戦場の捉え方、ないしは戦術の組み立て方含めて少し新しい取り組みができればなと思っていて、例えば空間的には従来のその 2D のないしは見下ろし型の、今まであったゲーム、シミュレーションゲームのアプローチとはまた違った視点の組み方をしてますし、時間の戦術の組み立ても単性なんだけれども、ちょっと新たな仕掛けが空間的にも時系列的にも作れないかっていうふうに挑戦したシステムを一応準備しようと思っています。プレイステーション4ってものすごい可能性を秘めてると思っていて、オンラインはすごくキーなんですよ。オンラインを前提とした設計っていうのは、そのシミュレーションロールプレイングの楽しみ方にもちょっと新たな可能性、ステージを作ってくれてるんじゃないかなと思っていて、SRPG の楽しみ方は自分でこうどん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 こう中に入っていって攻略していってストーリーを追っていくっていうのはもちろんあるんですけど、ストーリーを自分自身で追っていくそのシングルモードと、その高めたユーザースキルを活用して他のプレイヤーと対戦できるマルチモード、シングルとマルチの実は2つの遊び方ができるようになっていて、それがこのゲーム、このコンテンツの魅力の半分ぐらいだというふうに実は思いながら僕たちは作っててですね、他のユーザーの方と協力して強力な敵を倒すプレイももちろん、ユーザー同士で競い合いながら、ないしはそのお互い の磨いた戦術をですね、ぶつけ合うような、そういうそのマルチならではの楽しみを一つの核として実装しています。 PS4 っていうのはすごく魅力的な、ゲームを作る人間、ないしはゲームを楽しむ人間にとってはもう何て言うんでしょう、全くその無視できないすごく大きい存在だと思うんですよね。逆にプレイステーション4だけじゃなくてですね、プレイステーション3、そして持ち歩きできる非常に素晴らしいインターフェースあるプレイステーションビータ、この全てのインターフェースでそれぞれ遊べるように実は設計してまして、SRPG ってよしこれを攻略するとなかなかこう歯応えのあるところがこう進めなかったりですね、自分の戦術戦略をいろいろこう試行錯誤で試す空間があると思うんですけど、そういう時にその家では当然ベストの環境でやってもらって、マルチモードに至ってはクロスプレイが当然可能ですので、プレイステーションビータとプレイステーション4、ないしはプレイステーション3とプレイステーションビータみたいな、その一機種間でのクロスプレイ、クロスセーブを実現したいと思っています。時と場所も選ばずにプレイステーションの環境でシミュレーションロールプレイングの世界を楽しんでもらえたらなと、そういう準備は進めています。ナチュラルドクトリンには実はお持ち出しパックというですね、すごくリーズナブルなパッケージが用意されていて、家ではプレイステーション4でビシッとやり込んでいただいて、そして出かけなきゃいけないぞとなりましたら、今度はビータでですね、非常に単体で買うよりお得な形でパッケージングされてますので、ぜひ家ではプレイステーション4持ち出してプレイステーションビータという形でシームレスにナチュラルドクトリンの世界を楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。すべてのプレイステーションユーザーの方、そしてそのすべてのプレイステーションユーザーでシミュレーションロールプレイングに興味を持ちの方に、こんなアプローチもあるのかということで触っていただけたら嬉しいし、プロジェクトに参加してくれたみんなの思いが詰まっているので、新しいシミュレーションロールプレイングにぜひ挑戦してもらえればな、そしたら本当に嬉しいなと思います。